大竹監督を獲得に至った経緯と、私が思う印象についてお話しさせていただきます。まず、大竹監督自体の人柄についてですけれども、いろんな方々からもお話をいただいておりまして、まずは非常に人間がいいということをいろんな方々からもおっしゃっていただいてます。で、実際にお話した形でもすごく人柄が出て、すごくいい方だっていう印象をまず持っています。そんな中で、我々が JFL の去年ですね、J リーグの研修で、鹿児島と長野の試合を直接観戦しに行ったことがありました。その時、大竹監督が指揮を取られていて、たまたま我々が JFL で、大敗を喫した後に、次の試合どう戦おうかって迷っていたタイミングと、当時鹿児島さんが、鳥取ですかねに、大敗を喫して、でその後どう戦うかって、そのすごく背景が重なっていたっていう印象もあって、すごく注目していた試合を、直接観戦しに行きました。その時に、4-1 で、鹿児島が勝っておられたんですが、その時の印象が、私としては非常に強かったです。で、1年間、去年の鹿児島の試合も見ておりましたし、今年、開幕戦で残念ながらやられてしまった試合も含めてなんですけれども、大竹監督がやっておられたサッカー、まさに我々が今シーズンちょっとできなかった攻撃的なサッカー、このスタイルを鹿児島では垣間見ることができたというのも一つ、我々が獲得に至った経緯の一つでございます。ですので、今シーズンは攻撃的な、より攻撃的でより前でボールを保有しながら戦っていくスタイルをやっていきたいと考えてますので、それに対して大竹監督が適任だという判断で今回オファーさせていただきまして、監督に就任いただくことになりました。はい、私からは以上です。今近藤からも話がありましたように、まず、今年、できなかった攻撃的なサッカーという部分で、本当に、大竹さんとものサッカー観なんかもお話しさせていただいて、非常にマッチするなと、うちのクラブにマッチするなというところが、本当に決め手となってます。でその中で、今年開幕戦で先ほども話ありましたように、我々、先制奪ったものの、最後逆転負けをして、大竹監督なんかも、見てますとすごいこう飛び出して、もう喜びを爆発させていたんですけども、そんな光景も、思い出しながら、ああいう熱い監督と、一緒にできたらなと。いうところもありましたし、で、我々が掲げてます、クラブの、勝利のために、勝利と感動のためにと、全ては勝利と感動のためにというところの、コンセプトにもすごい当てはまるなというところは非常に感じておりますし、で、一緒に本当に、J2 目指せる監督だなと。いうふうに感じておりますので、本当に来年必ず J2 に上がれるというふうに思って、今度とも話をして決めさせていただきました。以上です。それでは大竹監督より皆様へご挨拶させていただきます。大竹監督、よろしくお願いします。はじめまして、塩尾さん監督に就任しました大竹直人です。よろしくお願いします。またお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。まずはじめに近藤社長、岡崎 GM、そしてクラブスタッフの方々に心をまた改めて感謝申し上げます。それと同時に我々の目的とある、まず一戦一戦、一試合一試合を目の前の戦いでしっかりと集中して、コンパクトで攻守においても隙のないアグレッシブなプレーで、今言われたように勝利をつかむチームを目指していきたいと思っています。それとあとはやっぱりここにいるフロント、選手、スタッフ、ファン、サポーター、そしてスポンサーの皆様と、そして FC 大阪に関わるすべての皆様と、一丸となって東大阪、そしてフットボールの街を盛り上げていきたいなと思っております。と同時に、引き続き2024シーズンも FC 大阪への熱い温かい声援とご支援をよろしくお願いいたします。以上です。大瀧監督、ありがとうございます。大瀧監督、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこの FC 大阪の監督を引き受けるにあたり、その決め手となった印象だったり、こうどういった理由でこのチームの監督を引きようというふうな決意をされましたか？まず今シーズン一緒に戦って、やっぱり守備のベースとすごく強度は高くて、やっぱり自分もそこに対してはすごくベースで持っているので、非常にそこが印象強くて、やっぱそれをベースにしていかないと、やっぱりもちろん目標である上に行くに対しては戦えないので、そこがすごく印象あったのと、それに対して攻撃もスピーディーでやっぱり速いので、そこに対してやっぱりもっと、先ほど社長から話したように、ピッチをもう少し前にして、重心を前にして、できるだけ相手コートで支配していくっていうのも、自分の中ですごくこの FC 大阪であったので、それとあとは言うように、すごく運動量の多い、特に若い選手がすごく躍動感あるチームなので、それを生かせるように、全選手をやっぱストロングを出していけるようなチームにしていきたいので、もう本当にそういう思いで、ここに決めました。振り返ってなんですけども、はい、昨シーズンは鹿児島で、J リーグに参入してきたばかりの FC 大阪と対戦しました、はい、その時の印象、そして、その後の FC 大阪の昨シーズン、振り返ってみて、どのような印象がありますか？本当に90分が戦えるチームだと思いますし、本当にそのタフの戦いにはもうJSL の中でも本当に上位だと思いますし、本当に開幕戦はもう、やられたなっていうで、特に立ち上がりの15分っていうのはこの FC 大阪の特徴で、本当にこう自分たちのペースにするっていうのがあったので、そこは逆に言うと鹿児島の時にはちょっとこう弱さがあって、どうしても先先制点取られることがあったんですけど、 FC 大阪のその強さっていうのをやっぱり維持するのを自分もやっていきたいなっていうので、本当にそこはありましたし、本当にシーズン通しても FC 大阪の最後まで戦う姿勢と、やっぱり粘り強い走り込むっていうところのと、あと際のところのやっぱ戦いってすごい強かったので、やっぱそれをベースにしてより強くしていきたいなと思いました。そして先ほどもご挨拶のところでいただいたんですけども、監督の目指すサッカースタイル、テーマだったりフレーズだったりがあれば教えてください。やっぱアグレッシブでインテンシティの高い、特にゴールに圧力をかけて迫るサッカーを、やっぱ攻撃が最大の防御になるように、そういうやっぱ圧倒的な強さを見せれるようなチームにしていきたいなと。先ほども、FC 大阪の守備の部分はある程度こう構築されているというようなお話いただきましたけども、はい、この新しいチームを率いていくにあたって、その守備の部分に対しての監督がやりたいところ、もしくはそこは一旦今あるものに上積みをしていく。たいのか、ちょっと新しく構築したいのか、そのあたりはいかがでしょうか。守備の部分ではそのベースはなんですけど、ただ立ち位置をもう少し前にするっていうのと、やっぱハイプレスを一つ入れていくっていう中で重心を前にするのはもうやっていく形になります。それに対してどれだけボールと人が前に入れるか、スペースとアタッキングエリアの中のボックスに入れるかっていうところが大事になってくるので、そこに対してそれが全員関われるようなプレーにしていきたいと思います。各スタッフ、選手とは、年明けてからお会いになることが多いかと思うんですけども、はい、そこまでといいますか、開幕までに向けて選手にはどういった準備をしてほしいのか、どういった心構えでこのチーム、新しいシーズンを迎えてほしいのか、いかがでしょうか。そうですね、まだいろいろ見てみなきゃわからないですけど、ベースはこういうようにこの守備のしっかりとした戦いの中でやるっていうのと、あとはやっぱ一人一人このチームのためにどれだけ働けるかっていうのと、あとはもうピッチでは一人一人がこの FC 大阪のリーダーであるということを自覚を持ってもらって、でやっぱり誇りを持ってしっかりそこに対してどのポジションでも自分たちがこの FC 大阪のリーダーで盛り上げていくっていう思いのプレーを、まあ、できるように、できるだけあとは選手のストロングが 100% いや 100%20% 出せるような、そういうチームでしていきたいなと思いますし、やっぱそれで最後までシーズン落とさず戦えるインテンシティの高いチームにしていきたいなと思ってます。そして環境面のところなんですけども、FC 大阪のこの本拠地が花園ラグビー場とこのスタジアムになります、はい、高校ラグビーの聖地でもありますし、プロチームの近鉄ライナーズもあります、はい、こういう環境の中でサッカーチーム率いるっていうところ、で何かこう聞いてることだったりこう感じてるところ、考えてることがあれば教えてください。いや、もうここに来た時に嬉しいなと思いましたし、体がこう高ぶるじゃないですけど、やっぱ震えて、このスタジアムも、まあ、もちろんラグビースタジアムってなってますけど、やっぱフットボールの街でもありますので、まあ、やっぱり共に一緒に共存して戦えたらいいと思いますし、すごくそういうところではモチベーションのあるところですし、でやっぱりこの地をやっぱりもっとここから世界に出ていくような。していきたいと思いますし、そういうのをすごく感じ取れますし、もちろんあとはこの東大阪市っていろいろ見るところもありますし、文化歴史っていうところもすごく触れる場所だなっていうのをちょっと感じ取れたので、まあ、もちろん食文化もね素晴らしいのもありますし、非常にそこに対していい街だなってすごく感じます。わかりました。最後に応援してくれてるファンサポーターにメッセージをお願いします。もう本当一言ですけど、共に戦ってほしいですし、本当に盛り上げて一緒にやっぱ次のステージ迎えるようにしていきたいなと思うので、ぜひこれからも熱い応援をよろしくお願いいたします。代表質問以上です。ありがとうございます。